こんにちは、松本恵奈です。今日は私が最近ちょっとメイクを変えたんだけど、そのメイクがすっごい可愛くて結構好評なので、そのデイリーメイクを紹介していこうかなと思っております。では早速すっぴんに変身。ではまず、じゃじゃん。私が最近使っているベースメイクがアンプリチュードのベースとファンデーションです。なんかね、すごい透明感があって本当にね、サラッとした感じの塗り心地のベースになります。プルップルッとした感じの、なんかすごいみずみずしい感じの素肌になるので結構おすすめで、次がファンデーションなんだけど、アンプリチュードっていうブランド、私も知らなかったんだけど、みなみちゃんから のプレゼントで初めて知ったブランドになってるんだけど、このベースメイク私が最近使っててすごいいいなって思うのが、本当にね、重くないんだよね。素肌感、塗ってないみたいな感じの肌に仕上げてくれるところがすごい気に入ってて、だからなんか今の気分は結構やっぱ素肌感、あとマスクつけてるからそんなに厚塗りにしたくないので、なんかこのぐらい軽いものがいいなと思って使っています、はい、完成で、次がベースメイク終わったので、ハイライトとチークなんだけど、私が使ってるのが3のシマリンググロウデュオになります。でまずこっちのハイライトから塗っていきたいと思います。このハイライトは、うんって笑って、なんかくぼんでるところに塗っても結局こうハイライトの効果があんまり発揮されないので、私はニッチャラってちょっとこの高い位置ら辺、ちょっと骨のところら辺にこう、こっからここぐらい、こっからここぐらいでハイライト入れています。で、暇な時はここ口の上とかも塗ったりとか、あんまね、私も塗る必要ないけど、まあこの辺とかも塗ってもいいのかもね。あと顎とかもちょっと軽く塗ったりしています。で次がこっちのチークの方塗っていきたいと思います。この目の真ん中、黒目の真ん中ら辺ぐらいからウィーンって横に塗っていきます。ちょっと上らへん、このこめかみぐらいまで、私はこのこめかみぐらい、目の真ん中ぐらいからこめかみぐらいまでなんとなく塗っていきます。で今回薄い、意外と薄いメイクだから、この意外と塗る、意外と塗っちゃう、このチークはこんな感じで、次が、ハイライトとチークが終わった次は目なんだけど、こちらのクリニークのクリームシェイバー 4i っていうアイラインを使っています。これね、私粘膜に引いていってるんだけど、本当にね、まつげのこの埋め込む感じで、アイライン引くのすっごい本当にね、久しぶりなんだけど、すごい変わるわけじゃないんだけど、やっぱりちょっとインライン引くことで目がキュッて引き締まるから、インラインは引いてます。でインラインの後がこのアディクションの、リキッドアイライナーの02番、ちょっと焦げ茶みたいな感じの色なんだけど、私はこれをこうさらに際を埋めていく。でもほとんど引いてんのか引いてないのかっていうぐらい、すごい、もう本当にね、この埋めていくだけ、まつげの際をとにかく埋めるぐらいでしか私はアイライン使っていません。最後はね、ピーンって跳ねるんじゃなくって、本当にちょっとこう目尻から出てるぐらい、このぐらい、ほとんど変わってないけどね、ちょっとやっぱ締まるし、なんかこう横幅が広がるので、こんな感じでいつもアイライン引いています。で次がビューラーです。で、まつげも前はギュンって上げてたけど、今はもうね、そんなに上げない、
本当さりげなくちょっと上がったなぐらいしか上げません。次が、マスカラなんだけど、マスカラがこれ RMK のハイボリュームマスカラの02番ブラウンを使っています。前はもうすっごいねたくさん塗ってたんだけど、もう今は本当にちょっとだけまつげにちょっとボリューム足すぐらいしか塗ってないです。で次下まつげ、下まつげは、クリニークのこのマスカラ使っています。このマスカラはねちっちゃいんだよね、すごいこのヘッド部分、ブラシ部分がすごいちっちゃいから私は下まつげに使っています。で下まつげももう本当にちょっとだけしか塗らない。でもね下まつこのねブラシがやっぱりすごいちっちゃいから下まつげすごい塗りやすくって、本当にダマにならずに綺麗に塗れるところがめちゃめちゃおすすめです。はい、こんな感じです。で、今回アイシャドウはもう塗らないです。で、アイシャドウ塗らない代わりにアイラインとかでこう目をキュッと引き締めて描いたんだけど、今回の一番のポイントがね眉毛なんだよね。で、すごいねいいやつ買ったからちょっと紹介するね。このシャネル の, パレットなんだけど、もう見た目もめっちゃ可愛いし、これめっちゃよくって、この中にさブラシとかめっちゃ入ってて、パウダーとワックスのセットになってるタイプなんだけど、これを使って眉毛を描いていきたいと思います。で、私はアディクションのこのアイブロウブラシを使っていて、こっちの先にシャネルのワックスタイプの方を使っていきたいと思います。最近の眉毛のポイントは意外と垂れ眉とかじゃなくて、しっかり眉山を作ってあげるのが個人的に好き。なんかしっかり眉毛、シャネルのこのワックスタイプの方もパウダーの方も結構しっかりつくので、ベタってつきすぎないように描いていくのがポイント。優しくちょっとずつ描いていった方がなんかこう毛の流れがなくならずに綺麗に描けるの で, でちょっとこう山をしっかり作ってあげるっていうのがポイントなので、結構ここもしっかり描いていきます。まあベース、私はこのワックスの方をなんかこう眉毛描く時のベースぐらいにしか使ってないので、まあとりあえずこのぐらい、ちょっと薄いんだけどこんな感じで一旦終了しています。で次がこっちのパウダーの方を使って眉を描いていきます。でこっちのパウダーの方がさらに色が濃いので、本当に毛が足りないところと分かる、ちょっと色もね濃くなるんだけど、私この色すごい好きで、眉毛の方が髪の毛の色よりトーンがちょっと暗いんだけど、まあ、このバランスも可愛いかなと思って最近はずっとこの眉で。じゃあ次、アイブロウマスカラなんだけど、もうマジで超汚いけど、これ一応クリアマスカラになります。で、やっぱりマスカラ、クリアマスカラ私はずっと使ってるんだけど、アイブロウマスカラしてあげるとこうちょっと眉毛こう上向きにキュッてなってこう上がってくれるし、顔の印象もちょっと明るくなるし、まあ、毛の束感がしっかり出てくれるので、なんかこう顔もちょっとはっきりするっていうか、なんかそんなにすごい変わるわけじゃないけど、私は毎回こうちゃんとアイブロウマスカラも使っています。はい、で最後が久しぶりにシュー上村の口紅なんですが、これもまた久しぶりにベージュなので、この色が LSBG913 っていう色なんだけど、結構大人っぽくて眉毛がしっかり描いてるから口紅も濃くするとすごいねコンサバな感じになっちゃって、なんかなーって思って最近ベージュにしてるんだけど、こんな感じで結構ベージュはベージュだけどちょっとオレンジ味とか、あとちょっと多分茶色っぽさとかもあるから、なんか意外といいなって思ったんだよね。こんな感じ、大人っぽい感じで、今回顔にほとんど色を使ってないので、最後私はいつも口紅塗った後になんか
自分の鏡を見てちょっとなんか色欲しいなって思ったら、あのチークをちょっとだけ足してあげたりとかして、なんかもう本当にちょっとチークを最後に足したりとかして、もう完成、この感じで完成です。はい、ということで完成です。今日は、私の最近本当にリアルにやってるデイリーメイクのご紹介だったんだけど、やっぱマスクするとさ、口紅が見えなくなるじゃん。で、顔から色がなくなるから、なんかすごい嫌だなって思ってて、で、そういう時にちょっと自分でメイクを研究したんだけど、なんかやっぱ本当にね、目も抜け替わって眉毛しっかり描くと、マスクしてても全然なんかそれなりにちゃんとメイクしてる感じに見えるので、今の時期にこれ皆さんにもすごいおすすめのメイクなので、ぜひトライしてみてください。で、今回 あのメイクだったり、あと美容のこととかを、あの雑誌のベリーっていう雑誌で、あの特集してもらってるので、6月7発売の雑誌なので、ぜひそちらもチェックしてみてくれたら嬉しいです。ということで今日はこの辺で、じゃあねー。